先日は曇り止め対策として左目の空割りをしてみたんですが、実際つけてみて乾いてもバラストが復活しませんでした。それどころか先日の大雨でライトの中が少し曇ってしまいました。せっかく空割りをして防水したんですが、やっぱりどっかから問題があるんだろうということで、高いんですけどライト本体純正品の交換に踏み切ることにしました。でライトなんですけど、日本の正規で買うとこれなぜか左目の方が19万くらい、18、9万だったと思います。で右目の方が高いんですね。右目の方が23万とかします。で個人輸入で海外から輸入するともうちょっと、3、4万くらいですけど安く購入することができるので、私は海外から輸入してみました。でこれ動かなくなったバラストですね。バラストも日本で買うと10万まではしなかったと思いますけど、日本で買うよりも2万円くらい安く買えます。でライト本体ですね。じゃあ早速これ交換してみたいと思います。先日の空割りの動画でもやったんですけど、もう一回おさらいです。カイエンのライトはこの後ろに積んでる車載工具、これ1本だけで簡単に外すことができます。ボンネットを開けてこのライトのマークがついてるところ、ここを押すと開くんで外します。奥をよく覗くとこの中にこれが刺さる場所がありますんで、そこに刺してここ時計回りが鍵が開くっていうマークがついてますんで、時計回りに回してあげるとライトが前に出てきます。少し出てきたらあとは手で引っ張れば簡単にここまで浮いてきます。で、カイエンのライトはシステムで全部まとまってるので、カプラー一つだけ外せばユニットごと外れます。本体全部買ってるんで、基本的にはこのバラストだけついてないんで、これだけつけてあげればそのまま交換できます。で、このバラストが結構このカイエンのヘッドライトの壊れる原因なんですけど、値段はめちゃめちゃ高いです。安く買っても6、7万だと思います。で、ビスはついてないんで、元々のビスから外して移植します。で、バラストだけつければそのまま本当はもうバルブとかも全部ついてるんで、このままつければ OK なんですけど、私の場合はバルブを LED とかに変えてるので、それを今から移植します。もう相当古くなって、これ蓋が折れちゃいましたね。今で HID のバルブはついてなかったです。なので前の方から移植します。こっちの蓋の中はこの HID のバルブだけです。ロービームのバルブだけなので、それを交換したら閉めちゃいます。
ハイビームとコーナリングランプの方なんですけど、LED にしてるのでここにキャンセラーがついてます。でキャンセラーと接続するのにケーブルを外にこう穴を開けて出しているような状態になってます。ちょっとね新品の方をいじるの怖いんですけど、この穴も開けていきます。まずバルブを移植します。新しい方の蓋開いて元々のバルブ取ります。これね、爪がちょっと弱いんで気をつけて外さないと割れちゃいます。下の方に LED のケーブルが出る穴を開けました。で、ゴムを戻してここで挟まってケーブルが出るような感じです。ケーブルがちょうど溝にちゃんと来るように挟まないように気をつけながら蓋を閉めます。これでケーブルが出てきた状態。あとはケーブルとキャンセラーを接続して他に干渉しないようにタイラップで留めたら完成です。 LED のキャンセラーは一応80度までなりますって書いてあるんですけど、実際測ってみたところ65度くらいまでしか上がらないので、まあ、大丈夫だとは思うんですが、極力カップラーとかケーブルが接さないように止めていきます。カイエンのライトの後ろは結構スペース狭いんで、ちょっと中をよく見ながら取り付けます。後ろに干渉するものがないかよく確認しながら入れていきます。で最後これを反時計回りにグッとやると固定されて完成です。でこれでライトを入れるととりあえずライトが光ります。でこの状態になったらとりあえず OK なんですけど、このままだとこのシステムフォルトヘッドランプというエラーが消えずにコーナリングランプとかはつかないのでコーディングをしに行きます。